おはようございます。速稼塾の久保です。今日はナイト2000と放送をお届けしますね。台風19号が来ているようなんですけども、私の住んでいる広島はですね、ご覧のようにそよ風というかね、ちょっと強めの風が吹いてるぐらいかな。そよ風って言ったらちょっと言い過ぎですけどね。ただ特にバケツとかも出しっぱなしですしね、こういった道具があったりとか、割と穏やかに過ごさせてもらってます。車もつなぎ止めてるわけではないですしね、スクーターもくまモンちゃんも特に転んでいないかなっていうところですね。ナイト2000ね、また走りたいですね。結局先月はなんか2回ぐらいしかキーを回してないというか本当ね、洗車はねもう30回以上したんですけど、ほとんど乗ってないですね。またなんかこうオフ会で行ってみたいですね。でも車を見に来る人は結構いるんですよ。駐車場に入れてますから、ちょっと頭から見てみましょうか。よいしょ。こんな感じですね。で、こう道路がありますんで、ご通行中のですねお子様ですとか、それからやっぱり40代とか50代の男性がよくね群がっていたりで、70代ぐらいの方もいますね。で、町内会の活動とかしてると車の値段はむちゃくちゃ聞かれますんで、お車どのぐらいねやっぱりかかるのか気になりますよね。私もずっと気になってたんですよ。自分で買ってみて、これはすごいなと思いました。だからね、このナイト2000オーナーの皆さんが全国に多分50名ほどいらっしゃると思うんですよ。100名ぐらいかもしれないですね。自分で作ってらっしゃる方もいるんで。玉木さんのところもあんまりひどくないです。ほら、うちの庭木がね、あんまりずれてないでしょ。それから洗濯物見てください。2階に干した洗濯物、ちょっと揺れてる程度ですね。こんな感じなんですけども、一応ですねこのように長いものは倒しておいてあります。関東から東北にかけての千葉県は特にですけどもね、まだ前回15号が過ぎ去った後ですから、もう今も停電も始まってるみたいなんでね、ものすごくね私もどうしようもないこう焦燥感っていうのはありますけども、せめてね、安全なところで身を隠していただきたいなっていうのと、やっぱりこういうことに我々は学ばないといけないかなと思うんですよ。どっかの町で災害が起きた、自分の町に起きた時にどうすればいいかなっていうのを、何も起きてない時に準備することができると思うんで、私はそれの繰り返しですね。お金がなくなったらどうしようとかね、安全な住まいがなくなったらどうしようとか、大切な人がいなくなったらどうしようとか、こういうことは今まだ失ってない時とか、今ね何もなく過ごしている時にこそ準備できることだと思うんですよ。で、人ってのは失ってからその大切さが分かるって言いますけども、失ってない時に分かんないとやっぱりね手遅れですよね。そういった意味で、今ね起きてしまった災害は今からではどうすることもできませんけども、台風に関しましては毎年来ますんで、来年とか再来年とかね10年後のために私は備えておこうかなと思いますし、南海トラフ地震というのもずいぶん前から予言されてますけども、だったら何をするかってことなんですよね。稼ぎ方もどっかの会社とか店舗に勤めに行くのも一つですけども、場所とか時間とかね環境にあまり影響を受けないような、FX とかを身につけておくっていうのも一つの技術ですし、それから一生分の資産を早めに作ってね、あとは隠居してしまうというのも一つの手だと思いますし、その他ね、安全なところを、なるべくね、なるべく安全だと思えるところに住居を設定するとか、すぐにはねなかなか難しいとも分かってますよ。分かってるんですけども、分かってるんだけども、やっぱり私たちはできる範囲のことをするしかないですし、そのできる範囲を広げていくこともね、できると思うんですよ。今回私がお伝えするのはいつもと同じメッセージかなというところですね。くれぐれもね、災害に該当のとこ地区の方は、本当石垣島とか沖縄のね、台風に慣れっこのところの方でも強い警鐘を鳴らしてるぐらい、もうすごい大きな台風ですからね、皆さんもご存知だと思いますけども、本当にね、自分の町にこれが起きたらどうしようっていうふうに、普段から私も考えてます。やっぱ怖いですね。ちょっと向こうの山見ましょうか。ざわざわっと草木が揺れてますね。まあでも揺れてないですね、あんまり。本当に秋の風って感じですね。まあ、おかげさまで私の選んだところは割と穏やかで、こうやって玄関に置いた植木も、まあ、そのまんま、傘立てもねそのまんまということでございます。まあ、人っていうのはね、いつどんなきっかけで何が起こるかわからないですし、まあ、今これお見せしてる私、これ家もね、3年前とか4年前はなかったんですよね。私はそんないい状況でもなかったんで、また私はこれを失うこともいつも覚悟してるかなってところですね。まあ皆さん本当、蚊が出てきた。皆さんご安全にお過ごしください。それではまたね、放送でお会いしましょう。